おはようございます。画家の小木曽です。鬼公評会を始めたいと思います。この鬼公評会というのは、画家であるおじさんは小木曽誠というおじさんなんですけども、が皆さんの作品に対してあだこうだという企画で、この鬼公評会の登録者も950人ぐらいになってきたんで、あと50人ぐらい、目指せ1000人ということで、皆さん見てる方ぜひチャンネル登録というのをしていただければと思います。そして、この鬼公評会に出品していただける参加のあれはメンバーシップ会員に登録していただかなきゃいけません。月額1190円。そのチャンネル登録とメンバーシップというのは違います。今回個展をしていて、このことめっちゃ聞かれます。で、メンバーシップに月額1190円でもう一回入って、一回見てもって、また3ヶ月後にっていうのは大会したり出たり入ったりしてもらってもいいですし、ずっとこうメンバーシップの用の動画とかもありますので、ぜひぜひ入っていただければと思います。入り方は、この概要欄っていうのは何ですか？もうこの質問めっちゃ受けました。皆さんのスマホを私いじりまくりました、今回ね。で、ここのところを押して、そして、ここに行ったら、今度ここでピッと押すと、みたいな感じで、行くと、スマホでも、多分、タブレットでも、大体行けると思います。で、お金の払い方は、まあ、クレジットカードなり、コンビニとかで売ってる Google Play やったかな、なんかそういうカードがあるんですけど、そういうのもご利用いただけると思いますので、よかったらメンバーシップになっていただいて、早い方がいいと思いますよ、送るのね。早い方がいいかなと思います。この頭の部分はちょっと使い回させていただきます。それでは第43回の鬼公評会を始めていきたいと思います。下の方でわちゃわちゃしておりますけども、兄弟喧嘩が始まっております。それでは早速いきましょう。3、2、1、こちらからの作品ですね。梅さん、生駒市、白い花、画仙師、隅15号、以前描いたものですが、アドバイスお願いしますと。東博の松林図、屏風に、感動し、水墨画を長いこと描いてまいりましたが、水墨画はミニマルな絵画で、初めから引き算をしてきたため、先生がよくおっしゃっている画面の隅々まで責任を持つ質量の高い絵を描く学習をしてみたいと先生の動画から学んでいるところですと。今回は今描いているものが納得できず、見ていただくのはもう少し描きたいので、以前描いたものをお送りしますということです。いいと思いますよ。まあ僕はなかなか水墨画ってできないので、やったことないので、やってみたいなとは思うんですけども、非常にでもいいですね。やっぱ面白いんですよね、水墨画って。やっぱどちらかちょっと引き算で、描いていくというようなことなので、そういうのは面白いなと思います。もっと僕やったら引くかなと思いながら、ちょっと見てみました。少しこう弱めてみるような仕事を、よいしょ、ちょっとしてみましょうよね。もっともっと弱めてもいいのかなというところと、逆にもっともっと強調してあげるようなところがあってもいいのかなというような感じがしますね。今もっと引いていく作業をちょっとしてます。まあ、私自身はそんな水墨画とかやったことあれへんから、あまり大きいこと言えないんですけども、ちょっとだけ今実は引いてたんですよね。ピッピッ、まあこれぐらいなんか引いてあげてもいいのかなっていう気がしたり、例えば下の方なんかも少し引いてみたりとかして、ピッピッ、これぐらいなんか引いてあげてもいいのかなと。逆に今度足し算で言うとね、ね、なんか弟に泣かされまくってるんですよね、お兄ちゃん。なんか変な関係になってますよ、最近ね。ちょっと下の方グッと強めてみたりとか、まあ、もう1個2個ぐらい僕やったら葉っぱ描くかなとか、いう感じありますよね。足し算と引き算をもうちょっとこう強調してあげて、そこのこう余波みたいな感じで、周りにこう広がっていくように、どうですか？引いてるとこ、足してるとこ。まあ、いいか悪いか分かんないですよ。全部がまあ、こう見てるとベターと書いてあるように見えて、もっと引くとこと、逆にもうちょっと足してあげるとこみたいな、私が加筆した状態ですね。まあ、引き算もしたり、足し算もしたり、もっと書いてみましょうね。逆にもっとこう、なんか、強めてあげるところをね、ぐー、ちょっとこう、色があまり出ませんが。
ちょっとこう送られてきた画像がちょっと荒いので画質が細かい描写がちょっとできないみたいですので、まあ、これぐらいに今日はしときましょうね。まあこういうちょっとこう強弱みたいなのつけてあげてもいいのかなというふうに思います。あ、ぜひぜひまたあの、で楽しみに待っておりますので、送ってきてみてください。もうちょっと周りの方に抜けていくような仕事もうちょっとしてみましょうかね。ほんの少しだけ画面が外へ響き合うような雰囲気みたいなのをほんの少しだけ床面を伸ばしてあげたりもしました。どうですか？ほとんどいじってないけど印象だいぶ変わりますよね。鼻のところはちょっと抜いてあげてとかね。はい、ぜひぜひまた送ってきてください。次の作品こちらです。わあ、素敵な絵ですね。2021年10月1日、最近描いた絵ですね、ほんとね。瀬部幸子さん描いたものは、雨の入り中っていうの？雨の入り中？入り中は地名だそうです。F6 号、ワトソン、300クラブ、ホルベイン、と水彩画です。今回の課題は暗いものを描くでしたが、なかなか暗いものが思いつかず、この日も居酒屋で考えながら、いいですね。店を出ると外は夜の雨、そこで、夜を描いてみようと思いつきました。傘もささずスマホをかざす自分でしたが、幸い雨の日は皆さんあんまり周りを見ていない様子。だから子供の時から雨の日が好き。風景は小学6年の写生大会以来です。そうですか。光と闇、闇を描きたければ光を、光を描きたければ闇をということでしょうか。いろんな色を感じましたので、見えた通り描いてみました。絵の具の研究にもなりました。次回の課題もお願いしますと。いや、これ本当にいい作品じゃないですか。非常に僕はいいなというふうに思います。まあ、若干下の方の白さみたいなのがもうちょっとこうなんかちゃんとこう整理ができていてもよかったかなと。ただなんかこう、まあ、写真から描いたか分かりませんけど、せっかくこうライトやったらライトの光みたいなのをちょっと感じれるようにしてあげてもよかったのかなという気がしますよね。だからもっともっとシャッタースピードを絞り込んで描いてあげてもいいのかなというなんかこうですね。なんかこう写真撮るときとかって、まあ、写真かどうか分かりません、まあ、現場ではなかなか描いていないでしょうけど、少しこう絞り込んであげて、で、グググーっともう白さみたいなのをもう少しこう強調して、描いてあげてもいいのかなと。でも非常にいい作品ですね。課題か、課題ね。ちょっといじったんですね、下の方ね。で真っ白っていうところよりももう少しこうなんかこう、だからちょっとこうなんか暗い中みたいな、明るい中の中にもっと白いものみたいなのがもっと見えてきたらもっと良くなりそうな気しますね。もうちょっと闇を深くしてみましょうか。よいしょ。皆さん本当遠方からもね、個展本当ありがとう。もういろんなとこから来てくださって。まあ本当にでも嘘偽りなくこう、僕もこのレベルの個展ってもう二度とできないので、まあ20年、30年後かもしれませんけども、ちょっとより夜の闇の方暗くしてみました。印象変わるんじゃないですか。もう少しもしかして下の方とかも、暗いところは暗くみたいに抑えてあげてももしかしていいのかもしれませんね。そうするとなんか闇と光がもっと強調されてくるんちゃうかなという気がしますよ。本当に皆さん遠方からもう本当にたくさん来ていただいてありがとうございます。もう本当にまず お礼をしっかりと言わんといかんなと思います。だいぶ過失したんですよこれでもね。ペッペッそうするともっと光の方に目が行くかなっていうふうに思います。ちょっとその辺をこう思い切ってある程度こういうのって計画性いると思います。まあ私の個展とか見てくださったら分かると思うんですけど、猛烈な計画性を持ってやってます。それは一枚の絵だけではなくて、展覧会に対してであるとかっていうことをすごいこう計画を立ててやっているということが、皆さん分かってもらえたんじゃないかなと。少しね、皆さん尊敬してもらっても結構ですよ。おじさんを尊敬してみるのもいいんじゃない、尊敬なんかせんでいいですけどね。こんな感じでいかがでしょうか。ね。まあ、特に下の方の光なんていうのをもっとキラキラと見せるために周りも少し沈ませてあげるみたいな感じがあってもいいかなと思います。次の作品こちらです。これもいい作品ですね。なんかもう褒め倒しですね。天のおじさんですけども。どこが鬼やねんっていう。まあ、
ウッド双葉さんかな、個展の盛況おめでとうございます。まさにその個展真っ只中のお忙しい中の折々に好評を続けていた、いや全然大丈夫ですよ、ありがとうございます。デキャントと果物ある種 300g 36×51 透明水彩、いいですね。これは8月の個展に出品した作品、自分の中でもかなり、大胆に取り組んで気に入っているのですが、売れ残ったんですか。これすごくいいと思いますよ。右上の空間が大きすぎるような気がしますが、先生の率直な感想を厳しいご好評をお願いします。いや僕はすごいこの右の空間は悪くないと思いますよ。なんかこうほんの少しだけでもこう抜けていくこうところみたいなのがほんの少しだけ暗さかなんかがぐっと引き締まって、今ほんの少しいじったんですけど、はい、いきますよ。ピュッピュッ、ここにぺって抜けていく印象だけでもあればちょっと違うのかなという気がします。でやっぱりこうちょっと白さみたいなのがもうちょっとこう抑えられてもよかったかなと、キラキラキラとこう光ってる、まあガラスなんかはそれでええかもしれませんけども、ちょっとこうそういうこう色みたいなのがもう少しこう抑えられて、リンゴの今輪郭のところの白さみたいなのをちょっと抑えてみたりとか、ハイライトなんかも少し抑えてみたりとか、黄色の中のこれは何ですか、グレープフルーツなのか何なのか分かりませんけども、ちょっと輪郭のところに来てる白さみたいなのがほんの少しでもすごくいいですね。率直な感想としては非常にいいですよ。パイナポーなんてね、ペンパイナポーパーポペン の我が家ではそんなの流行ってますけども、もう長らく流行ってますけど、ちょっとこう白さがキラキラキラとこう見えすぎていて、ちょっと外しますね。レイヤー外しました。ちょっと抑えられてくると印象がガラッと変わるんじゃないかな。全体を見てみてもね、外に抜けていく形みたいなのと、プラスこのハイライトの中の真っ白っていうのがもう少し抑えられて、もう本当にそうなってしまったら最後はちょっと細かく加筆するのもありなのかなという気がしますよ。本当になかなか悪くないと思いますので、上手ですね、本当ね、いいですね。よいしょ、あら、ごめんなさいね。ティ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 、うちのね、チビたちがこればっかりです。もうちょっとね、ピューこっちの方に、まあなんかこう何もしない空間っていうのは僕は大胆でありかなというふうに思いますので、それは悪くないと思います。でちょっとだけアクセントをいくつか今つけてみたんですけど、それによってこう画面がどうですか、ペッペッペッ、私がちょっと加筆したのと、でこういうところっていうのまで、気を使ってあげたら十二分にいい作品やなと思いますので、ぜひぜひ自信を持って、今後も続けられてみてください。まあ、ちょっとこう影の中の色みたいなのがもうちょっとこう気持ち明るくというか、このなんか布の反射みたいなのが少し映ってあってもしかして、かっこええのかもしれんなという気がしますよね。もしかしてこういうのが少し映り込んで、ここのなんか暗さ黒さみたいなのがちょっと初めから意図して、布からこう映り込んでるみたいな風に書かれていたりしてももっといいのかもしれないなっていう、私だったらこういう風にしますかね。かなりドラマチックにやっているので、そこの影の中の色が潰れてしまうというよりはちょっとこう反射してるとかっていう風にしたらもっとかっこよくなるんちゃいますか。はい、頑張ってみてください。いいですよ。褒めすぎですかね。次の作品です。あ、こちら、お、トトロおるやんか。うわ、トトロおる。ちょっと著作権的にグレーなところありますが、今のは発言はなしにしましょう。ペンネーム絵の具さんです。夢 F6 号キャンバス油彩。今回は7歳違いの姉妹が運動会の休憩中、体育館での写真をもとに背景を変えて描いてみました。好評よろしくお願いします。ズロクありがとうございました。ちょんちょこちょんちょんちょん、ということでございますけど、まあこうもういいでしょう。突き進みましょう。後ろになんかね見えているんですけども、ちょっとこうやっぱり絵の具をね、もうちょっと絵の具という名前なんですけど、こうちょっと頑張って混色して、赤系がこうブライトレッドみたいな色かな、これ何やろね、ライトレッドかな、なんか 赤の絵の具で頼ってるすごく好きな赤があるはずなんですけど、ちょっとこのその赤が染まりっぽすぎるんちゃうかなっていうのが私のなんとなくの感想で、どうしてもこう赤くなってしまう、人の顔赤とかなってしまうので、このあたりというのがもうちょっとこう微妙な色とかが出るようになってきはったらもっといいのになという気がいたしますよね。
どうしても皆さんもそうなんですけどね、赤ってあの写真見ると赤って写ってたりするけど、赤描きすぎるとやっぱね、なんか変な感じにちょっと失敗したね、なったりしますので、ちょっと赤という色にあまり頼りすぎずに、こう微妙、おお叫んどるぞ、ちょっと頼りすぎない方がいいかなと。でまあどんな絵描くか分かりませんけど、若干細い筆とか使われてみてもいいかもしれませんよ。瞑想筆みたいなのとかで少しこうテレピンみたいなんで、しっかり絵の具を溶いてみて、でちょっと柔らかい目の筆みたいなのを使ってみて、なんかこう難しかったらあれですけども、枝みたいなのとかをシューッとこう描いてみようかなとか、目のところなんかもシューッとちょっと細かい描写ちょっと頑張ってしてみようかなとか、なんかちょっとそういうことをされてみてもいいのかなという気がします。ちょっとこうまだまだこう絵の具に、絵の具さんやけど慣れきっていないとこあるので、一回こう振り切ってみて、よしもう今回描き込んだるでみたいな感じかもしれませんし、ちょっと輪郭とかを少し見えてもええから、あの描いてやるでぐらいの気持ちでやってみてもいいのかなという気がしますね。まあどうしてもこれのサイズちょっとレイヤー外してみますけど、ピッピッね、ちょっとこうグッと強いアクセントみたいなのが入ってくるだけで印象が変わってくるかなという気がしますよね。ちょっと後ろに見えてるなんか、なんかのこういう秘密のなんかね、国にいるのかよくわかりませんけど、こういうやつは無視しときますけども、ピュービュービュー、ちょっとこう柔らかい筆とか、あとはしっかり混色するということをしっかりされてみるといいかなと思います。レイヤー外してみます。ピッピッね、このあたりというのがもっと上手くなってきたらいいね。いいんですね。頑張ってください。まあ、ちょっとこう、物と物が接しているところなんて、まあ、しっかりこう線で書いておきますけども、こういうところとかっていうのは少し大事に書いてあげてもいいかなとかね、人の影なんていうのはどういうふうに押していて、どんな色かなとかっていうのを少しこう、今、足のところの影なんていうのを書いてますけども、こういうところとかも少し大事に書いてみてもいいかなと思います。うわ、うるさい。嘘ですね。背景はこう嘘ついたんですね。はい、私にも見えますよ。私もこの、ね、珍獣たちが見えます。はい、ちょっとレイヤー外してみますね。影を少し落としてみましたとかっていうことだけでもだいぶ印象変わると思いますので、ちょっと柔らかめの筆とかも活用されてみてもいいんじゃないかなというふうに思います。次の作品こちらです。ほいほいほい、次の作品こちらですね。こんにちはと、しばらく休むつもりでしたが、どうしても先生の言葉が欲しくなって応募しましたということで、その後どう描いていいか分からず行き詰まっています。なので未完成。一度は完成したと思いサインをしたのですが、なんか面白くないなと雲の一部を消しましたが、このままじゃダメだろうと感じています。構図が崩れていますか、海がいけないのでしょうか、やはり雲を描き足した方がマシでしょうか、ぜひ厳しい視点からご指摘よろしくお願いいたします。61歳福岡の千田さん、タイトルはこれ何ですか、茶屋の大門、大門、あ、糸島の、ケアね、ケアを訪ねた折に結婚式の記念写真を撮っているカップに遭遇しました。その光景が、うんぬんかんぬんということで、あ、結婚式の、あ、ここにちっこくおるね、これか、ちっこくおりますね。すごいですね、面白いですね。まあ、僕これね、空の青の色ちゃうかなと思いますけどね、青がなんかあまりこう、ダイレクトすぎるのと、奥にシューッと抜けていく感じがちょっと弱いような気がするんですよね。私のこれはあれかもしれませんけども、なんかこうちょっとそういう感じがするので、ちょっとこう奥に抜けていくような感じというのがもうちょっとこう美しく描けたらいいのになという気がいたします。ちょっと後ろの方、今グラデーションを少しつけてみて、ります。でやっぱりこのブルーのこう生っぽさというかまた生っぽいが出ましたけども、ちょっと生っぽさみたいなのが、まあ生っぽさって何度かこう出てきて何ぞやみたいな感じですけど、まあ、チューブから出しただけのなんか色に見えてしまって、リアリティみたいなのがあんま見えませんよっていうようなことを、まあ生っぽさっていう風に言うたりするんですけども、ちょっとそういうのが感じられるかなという気がして、消しゴム。あ、やばい。消えすぎました。よいしょ。まあ、この辺ちょっとね、空のところちょっと描きましたんで、レイヤー外してみます。ピッピッ、どうですかねどうですかね、まあ、消しゴムでもうちょっとここのところ、そういうこう色みたいなのが、まあ、これぐらいでだいぶ空の色は違ってくるかなという気がします。全然
ね、ちょっとやっぱり色が少し生っぽくて、そうなってくると下の部分とかっていうところっていうのは、あ、もうちょっとこう、まあ、深みの、この深い色なんやけども、ちょっとそういう青さみたいなのが映り込んでくるんちゃうかなという感じがして、まあ、このあたりとかっていうのが、どういうふうに表現できるかなっていうのが、大事なポイントなんじゃないかなと思います。ちょっとレイヤーを外してみます。ちゃん、ちゃん。印象違いますよね、だいぶね。まあ、雲に関しては、まあ、描きたきゃ描けいいと思うし、描きたくなかったら描かんでもいいかなっていう、私はどっちでもいいかな。まあ、せめて、まあ、奥にこう抜けていく、雲やったら奥に抜けていくように、しっかりとこう、描いてあげやなあかんのかなという気がしますので、そういうこう、雲を描くときは、ちゃんと雲のこう、形みたいのがシューッと抜けていくとかっていうのを、少し意識してもいいんちゃうかなと。もう一枚送ってきてましたけど、一枚しか載せませんけども、雲の形とかね。どうですか。まあ空の青さでしょうね。このウルトラマリンブルーかコバルトブルーかどっちか分かりませんけども、そのチューブからブリッと出しただけのように見えてしまうっていうのはちょっと難しいかなと思います。次の作品です。お兄ちゃん、あの人風邪ひいてはるんですよ。こちらの作品です。お、水の色綺麗ですね。うわぁ、お兄ちゃん風邪ひいてるやろ。大丈夫なん？お父さん、今ね、ほら鼻水が出てます。出てます。あー落ちた。ラビューまた落ちた。浮いた。よいしょ。お兄ちゃん邪魔やねんけど。よいしょ。これ危ないやつ。危ないやつよ。どうするの？座んの？やんの？一緒に。やる？よいしょ。嬉しそうにしてます。なあ。風邪ひいてるんですよ。もう本当に今日も美術館の展覧会やったのに、こうこちらの作品ですね。あ、短いですね。お世話になります。応募4度目で今回も孫を描きました。前回は5人描いて小人になってしまいましたので1人だけです。海の中で遊ぶ子供たちの目鼻を描くかどうか迷いました。海は先生の動画で勉強させていただきましたということで、危ないかなこれはな。いや非常にいいですね。あの目とか鼻とかこのぐらいでいいんじゃないですか。悪くないと思いますよ。水の色もすごい綺麗じゃないですか。いいですね。後ろの人たちがちょっとのっぺらぼうすぎますよね。のっぺらぼうってしてる。知ってる。お化け。ねえ、ちょっと後ろの人がのっぺらぼう、これのっぺらぼう、ほら変わらへん。あ、なんか書いてしまった。ほら のっぺらぼうやな。ちょこっとこういうのもちょっと書いといてあげていいような気がするんですけどね。のっぺらぼうさんを。まあ、あんまりこう書きすぎてもあれですけど、ちょっとこれやったらこうね、うちのチビが怖がりますんで、のっぺらぼうを少し書いときました。これぐらいでいいですか？どうですか？どう？いいと思う？これ何？これのっぺらぼう。のっぺらぼうをこう顔を書いときました。で、洋服とかもすごく綺麗で色いいですよ。まあ、やっぱりどうしても難しいんですけど、前後関係をどん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 こう出していかんとあかんくて、特にこう洋服から奥のこう風景っていうのはすごく奥行きがあるんで、やっぱそういうところっていうのは輪郭とかを少しこう強めてあげたりとかして、特にこの辺とかっていうのはどんどん強まっていく。ね。という感じとか、ほんの少しだけこう逆転しているところみたいなのがあってもいいんですね。おーしし し今顔の横のところ、これをね、ピッピッ、これ何、ね、全体で見ても少し色が、これ何、モフ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 、ちょっとこう奥行きみたいなのが出てくるんじゃないですか。ね、イタリアみたいな感じですか、これ。あの風景か、あの風景イタリアやな、はい、っていう感じで、ちょっとこう前後関係みたいなのがもっと出てくるといいかなっていうふうに思います。少し洋服のこの影の色もちょっとこれも同じようにちょっと生っぽすぎるかなっていうのが少し気になりますんで、まあ、ちょっとこう影の色だけでもちょっと明るめに描いてあげてもいいのかなという気がしますよ。でもすごく人の顔とかいいですよ、悪くないと思います。本当にここのところちょっといじったんですけど、のっぺらぼうはね、のっぺらぼうここ、これこれの、はず、のっぺらぼう行くで、のっぺらぼう行くで、ピッピッ、あ、のっぺらぼうにちょっと顔があるように書いて、おっちゃん書いといたな。まあちょっと後ろのこの船みたいな、あ、それものっぺらぼうですね。はい、ここものっぺらぼうだそうですよ。はい、ちょっと目書いとこ、はいな、あ、変な色になってしまったね。はい、邪魔が、うんちゃん下行こうか、いかへん、は
目とかちょっとちょっとこの後ろのこう船みたいなのをもう少し説明してあげてもよかったかなという気がいたしますよ。はい、次の作品です。次あと2枚ですね。お兄さん邪魔しますか。まだね、こちらの作品です。これ何、これにゃんにゃんちゃんですね、一緒にこの人と写真撮ったよ、覚えてる？先生、北海道の恐竜の骨格が出てきたところの何々です。たびたび私たちのことを話していただいて幸せ。メガネが、メガネが落ちてます。ね、この人と写真撮りましたよね。ちょうど、帰られる時にこの人が来たんでね、写真撮りました。幸せな気持ちになってます。早速先生、公表していただきたくて、出品しました。これは6年前に描いたものを今年、デスさんの研究会の作品展に展示したのですが、猫の周りも白く囲ってしまい、猫がはめ込まれているように見えるねとのそこの主催の先生の言葉でしたので、今度はこの絵を地元の文化祭に出品を頼まれましたので出してみようと思い、猫の周りを描き込んでみました。私は若い頃より一点一点別の人が描いているようだねと言われて、なかなか自分のものが絵画ですかね、画風が定まりません。こんな絵はどう思われますか。私は打たれて強いので、率直にご好評をお願いしますと。北海道のチコちゃん、タイトルくつろぎ 55P 油彩ということでございます。バーン、こちら、いや僕面白いと思いますよ。すごくこうシャープな、あれでニャンチー、どう、ニャンチーかわいい、かわいい、かわいいだそうですよ。そんなに立体感を出してる絵ではないんで、ババの家にニャンチがいるんですけど、平面的に描いていて、で、その後ろの、ももちゃん？ももちゃんではないです。はい、ババの家にいる猫がももちゃんと言いますけども、今村上選手が今度3億円の家っていうので変な顔してる、もらえるということなんですけど、オープンハウスっていう緑の、はいはいはい、目が緑だそうですよ。オープンハウスというやつの CM に使われている、あれはモンドリアンという絵描きさんのあれなんですよね。でオマージュというか、でモンドリアンとかをちょっと調べてみられたらいいかもしれません。この四角形に関しても全部同じぐらいの比率、まあ2パターンぐらいの比率かなっていう風に見えてくるんで、僕やったらもうちょっとこう比率をちょっと意図的に変えてあげたりとかするかなという気がします。パパお仕事行ってた今日、あお仕事、あトトー君と一緒にこう美術館に行ってた、ああ美術館じゃ病院、ちょっとね、これぐらいの例えば比率にしてあげて、でちょっと消しゴムを切って、まあ少しこう細いね、こうするとちょっと細いところに目が行くから顔のところに、より目が行くようになったりしませんか。こんなこと一つでも印象ガラッと変わるんですよ。わかるお兄ちゃんな。わかる。わかるか。ほんまか。ペラーのっぺらぼうではないですけども、こういうふうにちょっと比率を変えてあげたり、逆に言うと、のっぺらぼういうのね、もっとでかい比率のもんがドーンとあったりしていいと思いますし、後ろのとこちょっと比率変えてみたり、触るな。ちょっとこう、触るな、もうちょっと、もうちょっと、おじいちゃんやめてくれ。もうちょっと暗いようなものがぎゅーっとこう、入ってきても面白いかもしれない。ちょっと暗すぎましたね。シート、なんかこう画面の中で少しコンポジションをいろいろしてみたりするということもあっていいのかなと。比率を変えてあげたりね。ね。こういうことをこう少し画面の中で構成してあげたりするだけで、ちょっと印象がガラッと変わってくるんじゃないですか。ペッ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 。お兄ちゃんほんま風邪ひいてる？なんか嘘ちゃうか？大丈夫か？ひいてる？ひいてるよね。ひいてまーす。ひいてる。じゃあ明日幼稚園行く？静かになった。静かになった。ひいてまーす。じゃあ明日幼稚園行く？どうですか？ちょっと比率を変えてみたりするだけで印象がガラッと変わりますよね。なんかこうそういうのも計画性、初めの計画性からやっぱり持ってあげたりしても面白いかなと思いますので、ちょっとそういうのによってよりニャンコロジーがより見えてくるということを覚えられてみてもいいんじゃないかなと思います。最後の作品です。ギリギリ行きましたね。こちらの作品です。のっぺらぼうもいなくなりました。お世話になりますと。香港の夕暮れ、透明水彩 F65 ある種、池袋の個展おめでとうございます。先生不在でしたが素晴らしい作品ありがとうございました。ありがとうございました。出品3回目ですと。子供たちの家族が香港に滞在していた時訪れた1年半前の写真から描きました。よろしくお願いします。
いやー、なかなかこう力強い、悪くないですよ。いい作品じゃないですか。なかなかねえ、すごくこう、なんかこの作品面白いのは、船あの手前のこの船とマンション、マンション、うるさいね。昔のあのぜひ恐竜くんが出てるの見てください。もううっさい、うわっしゃっで、なんかもっと後ろ僕やったら、あの近代的プラスシャープに書いてあげるかなと。シャープに書いてあげたりするだけで、手前とのこう比較みたいなのがですね、ウォッシュウォッシュと言っています。ごめんなさいね、私の YouTube は運です。運がいいか悪いかね、この人が出てくることが運がいいのか悪いのか、シュッ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 シャープにシュッ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 、絵を描かせろとか言い出しそうですね。これシュッ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 、後ろなんかもうシュッ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 と、シャープさとこうなんかそうやないのところみたいなの差みたいなのがもっとついてきても面白いかなと。で、黒いアクセントみたいなので意外と画面を引き締めてあげてもいいのかな。暗いっていうか黒いっていうかね。ギュギュギュ、お腹が、うん、お腹が痛い、お腹痛い。じゃあ下行ってトイレ行っといでね、大きい臭いの出しといて、あんちゃん。パンパン、パパね、ちょこっとこう引き締めただけで印象変わるんじゃないですかね。わかります、ピッピュ。そうなってくるとちょっと右上が寂しいかなみたいなのに見えてきたりします。なんかすごく大胆なタッチと繊細な色使いとか、すごく好感の持てるいい作品じゃ。もう一個ぐらいちょっと後ろの方に、なんかちょっと、建物わざと建てときましょうか。近代と現代の入り混じる感じみたいなのね。近代と古いのが入り混じる感じみたいなの、非常に面白いんじゃないですか。はい、ということで、第43回ですかね、の高評価、最後の方はうっさい男がやってまいりましたが、以上となります。ではでは、バイバイ。バイバイ。じゃあ、ね。よろしくね。はい、バイバイ。バイバイ。